取り上げますもんね、うちは。絶対に取り上げます。絶対に取り上げますよ、ね。いや、で、前々からね、伊勢谷友介さんのことは話したかったんですよ。はいはい、僕、なんならその YouTube のチャンネル、伊勢谷友介さんは YouTube やってるんですよ。あ、そうなんですね。そう。でもね、いや、でもね、正直ね、やってるなって思ってました。そうです。で、その中ね、その、ちょっと一度ご覧になってほしいんですけど、はいはいはい。すごいテンション長いつもらって。ああ。待ってました。そう。だってさ、このね、自粛下においてですよ。はいはいはい、もうバリバリキャンプの、アウトドアとか、まあ、なんていうんですか、その、結構、アウトドア系のライフハックとか、はいはい、あとその、DIY とか、はい、そういうのをもうひたすらこう、あれなんですよ。彼が紹介してるみたいな。で、その、車のカスタムの回とか、なんかハイエース乗ってるんですけど、はいはいはい、昔からハイエース乗ってるんですよ、伊勢谷さんは。はいはい、でもね、その、もうお得意先というか、その、もう板金塗装をしてくれるお気に入りの友達のお店があって、もう絶対必ずそこでやってもらうみたいなこと言ってて、はい、でもね、バリバリなんていうの、なんていうんですかね、まあ、ちょっとその説明が難しいんですけど、やっぱこう、やんちゃな人なんだろうなっていう、こう、カスタムをするんですね。なんかすごいもう、スモークの張った、なんですか、その窓であったりとか、もう、車の色も、まあ、かっこいいんですけど、個性的なね、感じで、もう楽しそうに説明するんですよ、しかもそれを。まあ、別にでもね、非常にこうね、シャブとかやってたわけじゃないんで、タイマーなんでね、まあ、あれ軽い方だと思うんですけど、なんかね、出てましたよね、伊勢谷さんは。もう昔からなんかそういう雰囲気だった。あ、まあ、だからそういうとこいいですよね、伊勢谷さん。そうそうそう、そうなんですよ、イメージ通りだから。そうそうそう。窪塚洋介です。はいはい。またさん好きですもんね、窪塚。いやいや、窪塚は、最近もうめちゃめちゃ面白いじゃないですかって、インスタの、ね、インスタライブとかもさ、もう、むちゃくちゃやし、もう泥酔でさ、息子に叩き起こされながら、インスタライブしてたりとかさ、なんか、もう、なんかね、今回の件もね、面白かったですよ。だからもう、俺は使わないよ、みたいな。もう、この前ガサ入れ入ったかな、とかって。もう検査済みだからみたいなこと言ってましたけど真っ先に捕まりそうだもんね、だってね、窪塚洋介が捕まってない中で伊勢谷友介がね捕まるっていう、ちょっとね、どうなんだろうなみたいなのもありますよね。でもまあ大麻のね件で、まあ結構最近大麻はもう良くないみたいな声が大きいから、うん、まあね、なんかテレビのねワイドショーとかでもそういう話題が上がってますよね。だからまあこの前もね、なんかその、誰でしたっけ、テンチム。はいはいはい、テンチムっていうね、まあ天才テレビくんでしたっけ、出てた今 YouTuber とかやってる女の子が、海外かなんかでね、タイマーを使用したことがあったみたいな感じで、炎上してましたけど、まああと、包茎手術とかなんかいろいろ含みで、なんかでもね、もう、なんか、そういう話題にちょっと飽きてる感じもあるんですよ。なんか、なんていうの、そういうので、とやかくこう、目くじら立てて、やんや言うみたいな。はい、までどうしたみたいな。いや、どうせやってるし、みたいな、なんかね。いや、コメントとか見てると、ヤフーのね。はい。イエスやユースケ捕まったやつのね、コメントとか見てると、いや、イケメンで個性派俳優なのに、どうしてみたいな。いや、どういう関係があるのと。その思い込みも甚だしいですよ、だからその決めつけというか、何なんですか、その、そうそう、ね、やっぱり犯罪なんだけど、その、うん、いろんな種類の犯罪があるしね、まあね、うん、やっぱり
一緒くたにね犯罪者になっちゃうから、うん、だからでもあの今回の件でいうとその伊勢谷さんの場合はこれ前昔から言われてましたけど、あの性癖がやばいみたいな話あるじゃないですか。なんかイメージありますね。そうあれ、はいはい、なんでですかね。あれあの過去ねこういろんな人とこう伊勢谷友介について話したことあるんですけど、なぜかねあの性癖がやばいっていうあの話題に行き着くんですよ。で、あの、今回もその、まあ、その、ヤフーニュースにもなってましたけど、その、エアガンでその自分の、あの、交際相手を撃ってたの見ました？あの、その、そうね、それ性癖というか、そのまあ、サディスティックな面がある意味なんですけど、はいはいはい、なんかその、口論になった時に、その、うんエアガンもエアガンです。マシンガンですよ。あの、はいはい、なんていうの、いっぱい出るやつ。あで、あの、撃ち続けたっていうエピソード。タイムもタイムまでやばいんだけど、うん、もうどっちかで心配なら、なんかそっちの方がなんか、事件性はありそうだなっていうね、その気はしましたけどね。でもまあ、なんかそんな伊勢谷友介の演技、やっぱいいんですけどね。いやまあね、だから、役者としてね、最高だから、その、最高を演じるのがうまいんだよ、本当に。目がいっちゃってるもんね、ほんとね。うん。なんかやっぱいい友達ですよね。あの、久保塚洋介とか、いい類友だよな、と思って。うん。でもなんかあの、可愛い方がね、なんかね、あの、伊勢谷君を責めないでほしいんだよね。もっと悪いことしてる人いっぱいいるから。あ、そうそう、まあ、そういう意味ではね、その犯罪者としてあのメディアでは扱われるけど、まあ、そのいろんな犯罪が、ね、まあね、うん、あるから、そうそうそう、あんまりこうね、その、うん、犯罪者、犯罪者って感じで、報道するのもね、うん、まあそうなんですよね、うん、だから、まあ、スケープウォートになっちゃって、他にこう目がいかないみたいなのもね、よくないし、なんかこう、はいはい、もしかしたら今、うん、政界かなんかで大きな事件が裏である可能性がありますから、ね、そうですよ、今総裁選をやろうとしてるさなかですよ、今この伊勢谷友介のタイマーゴシップでね、うん、隠蔽しようとしてる可能性があるっていうのはそうですね、直木マン師匠的にはそういう話にはなりそうですけど、うん、いやね、そう、まあ、あの、まあ、その犯罪はいけないんであれですけど、うん、騒ぎ立てで、ね、なんか、盲目になるのも。変にそこで思考停止するのも、また違うから。完全に思考停止しちゃうからね。うん、あの、実際にその、あの、これはだから、まあ、ほんとね、憶測というか推察でしかないですけど、検挙されてない人の数といったら、うん、それはもう、タレントなんて、そうですね。芋づるでしょ、そんななんて。どう考えても。うん。うん、いや、だから、その、もうイメージない人とかもね、うん、使われてる人もいるでしょうし、そういうもんなんだっていうね、うん、ところもあるんで、はいはいはい、もちろん犯罪は良くないんですけど、うん、でもまあ例えばタイマーでの逮捕に対してすごいこう叩いてる側っていうのは、うん、なぜタイマーが違法で逮捕される必要があるのかってことをちゃんと知ってるのかなっていうところはありますけどね、うん、なんかそうなんですよね、うん、見た感じでも知らなそうだ、知らなそうですね、でも犯罪者だからって、うん、まあ犯罪はダメだからっていう前提、それはまあ正論ではあるんですけどね。うん、まあただまあ、ね、全部が全部一緒じゃないじゃないですか。やっぱ殺人と大麻使用は全く全然違う罪の重さだと思うし、うんうん、まあそもそも罪なのかどうかを問いただすみたいな、その時代の流れにはなってきてるから、うん、そこを汲み取るっていうのがね、そうですね、大事なところで。まあだからなぜ大麻を取り締まる必要があるのかって知った上で、うん、あの、犯罪者として逮捕すべきっていう叩くならわかるんですけど、うん、いや、そう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 。まあそうでもなさそうだから、うん、さあそんな人にはね、過去あの和田さんが30分でわかる大麻の歴史っていう、そうです、あの放送があるんで、それ聞いていただいて、はい、そうだね、本当にあの変にちょっと肯定してないかちょっとあの不安になりますけど、まあでも歴史を知ることはね、うん、絶対大事だと思う。基本肯定してますけど、まあそうだね、いやだから僕はだからそのあれですよ、だからその昔だってそのね、その回でも話しましたけど、アルコールが禁止された時代もあったんで、うん、でアルコールの方がよっぽど体に悪いっていうのはもう科学的には実証されてるわけじゃないですか、うん、でやっぱアルコールも取り締まらなきゃいけない対象になるしとか、だからなんかそういう罪じゃないから自由にやっていいんだよっていうのも僕はおかしいと思ってるっていうところなんですよ、うんうんうん、確かに、
まあ、アルコールなら死ぬほど飲んでもいいのかって言ったら、うん、そうじゃなくて、うん、やっぱ確かにお酒飲みながら伊勢屋雄介叩いてる人もいるでしょうし、いや、いると思いますよ、もうデートベロンベロンにそう、ろれつ回ってない状態で。でもうね、あの道端で、ね、寝てるんですよ、多分そういう人は。その迷惑かけてるんですよ、犯罪だよそれだって、あの軽犯罪だから。うん、あのね、その立ちションしたりとかさ。そうですね。うん、まだそういう矛盾がね、ちょっとね、嫌いだっていうだけです、僕は。はい。だいぶ盛り上がりますね。やっぱこのタイマーの話、どうしてもこれ、この番組はね、わたさんが好き、盛り上げちゃうんですよね。その、うん、どうしてもね、取り上げちゃう。うん、いや、でもね、いっぱいいますからね。実はその、なんですか、メジャーじゃないだけで、そのタイマーで取り締まられてる人、結構たくさんいるんですよ。うん、芸能関係とか、なんですか、ミュージシャンの人とかね。はいはいはい、うん、もうもっと取り上げたいっていうところがあるんですけど、大麻推奨番組になっちゃうような気もするんでやりませんけど、うん、まあただの反社会勢力になっちゃう。いや、そうそう、ただのそうなんですよ。カルテルとして疑われる可能性あるんですよね。ないんですか、大麻以外の話題は。なんか次期総理の話ですか。ああ。実際大麻の話題より危険だけどね。総裁選の話題はね、なんかもうもっと興味持ちたいけどね、なんか気持ちが前に行かないとこありますよ。どうしても伊勢屋ですけど話題に行っちゃうよね、なんかね。思うツボですね。思うツボですよ。メディアそうなんですよ。でもさ、もうこれはもうみんなね、こう認めるとこであると思うんですけど、わざと興味なくやってるよね。興味なくさせるようにやってる感じはありますよね。やっぱああいう政治のね。うん、でも偉いもんで、安倍さんに関してはやめ際になって興味を持って、ね、すごい心配する人が出てきたりとか、はいはいはい、散々。心配するというね、ポーズ。姿勢何なんですか、本当。そうそうそう。で、なんか、そんな中、心配は置いといて、安倍政権に対する批判とかする人に対して人出なしみたいな叩き方。そう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 。だからやっぱこういうのも含みで政治に興味なくなっちゃう人もいるんですよね。うん、なんか茶番劇みたいに全体を通して茶番劇に見えるところもある。でも総理の体調を若者含めて心配するという社会もなかなか新鮮ですけど、ね。うん、いや、なかなかですよ。いや、メディアのね、うん、もう本当にね、今週、うん、なんかやっぱりその総裁選とかのことも含めて、うん、なんかワイドショーっていうか、そのニュース番組を目にする機会が多くて、まあ、僕テレビ持ってないから直接でも見てないんですけど、うん、まあなんか動画とかでも含めてなんかよく見てたんですけど、うん、なんかね、もうこの間も松任谷由実さんに対する誹謗中傷であったね、まあ、当然取り上げられるわけですよ、うん、でそれに対してどう思うかっていうのをコメンテーターたちが一人ずつ喋っているんですけど、うん、こんなのはありえませんね、人としてありえないことですってことを一人ずつ言ってるんですよ、うん、はいはい、テレビに出てコメントを言うような大人たちがその程度のことしか言えないっていうのはどうなんだろうなと思って、うん、はい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 、はい、仮にもコメンテーターとかっていうね、そんなのはもう、そんなことを視聴者が感じてないとでも思ってるのかなというか、うん、その上で大人たちはそういうふうにこう本音を直接言葉にして公開したくなるような世の中であるって、その構造に対してどういうふうにすべきかって話を大人たちはすべきなんじゃないのかなっていう中で、いまだに人としてとかって話をするんですよね、はいはい、うん、多分一生するんだろうなと思って。いや、一生やりますよ。まあだから、まあ、あれも、例えばね、コマーシャルみたいなとこもあるわけじゃないですか。そういうことで、そういうことを言うことで、それにこう、焚き付けられて、その怒りというガソリンをこう、投入し始める人たちがいるから、それによってその、なんていうんですか、そのテレビも視聴率が上がるし、付随するメディアも得するし、ね、だからね、広告ですよね。いや、ほんとテレビなんても見るもんじゃないなと思いますよ、あれ見ると。だから別にまあ、ね、
その見る見ないの自由はあるんですよ、見る人とね、その、あの、あると思うんですけど、ただあの見たことでなんかこうなえる人はかわいそうだなと思いますよ、うん、なんかそのもう、うん、あの当然その田澤さんみたいに気づいてげんなりする人も、うん、はいはいはい、お時間がね、はい、ちょっとね、あの恒例の終わりの鐘が鳴り始めてる。ちょっとこのメディアのに対してのこの、あの、またね、今度は改めて。はけ口議論はね、そう。ちょっとあの、本編の方でね、切って、あの区切って話してもいいかもしれない。はい、そうですね。うん、じゃあそんなところにしておきますか。はい。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。